はいどうもショータイムゴルフです。591ヤードパー5。8だった。57、58だった。で、90までいった。うん。ナイスショア。結構いくね。うん。そう、左がいいんだよね。できれば左サイドに打っていきたい。それはショートカット。攻めるね。おお、帰ってきた。ナイスショー。ナイスです。お、いい感じかも。手前だよ。めっちゃいいじゃん、あれ。242っす。242 2番。はい、今が良かった。右正解でしたね。でもここも打ちにくいっすよ。これやばいね。私前足上がりっすか。前足上がりだから。その2番何？これ同じやつです。たらこの18度。はい。シャフトは？シャフトは MCI っす。 MCI100X。アイアンシャフトですよ。アイアンシャフトをティップカットして無理やりユーティリティにはめ込んでるっていう。さらに硬くしてんだね。じゃあそうです。重さをスチールと変えたくなかった。ああ、いい。やっぱそれいいです。めっちゃ上がります。おお、もともとスチールだったらそのまんま、あの、うん、ダイナミックのペケ100。うん、この打ち方教えてもらっていい？前足上がりの。前足上がり、うん、どうやって打つの？いつもグリップ短く持って、うん、左行くじゃないですか、うん、絶対、うん、だから目標をこのラインだったらピン左にあるんですけど、うん、エイムをグリーンの右エッジに持っていって、別に短く持って前傾突っ込まないようにだけするみたいな。いつも通りに。いつも通りです。あんまり右向いていつも通りって感じ。右向いて、そうですね。傾斜なりに上がってる分短く持って。うん。あ、シンプルです。そんな難しいことできないんで。うん。いや、言った通りだね。ちょっと待って、マジで。すみません、ピントが合わないっていう事故が。225ぐらい。225、220ぐらいかな。ピンがわからないから。ピン左奥です。何番？バンカーのと5番。5番。バンカーからどうで、うん、フック打った方がいいよ。フックだじゃあ、うん、いやフック打てないです。うまいけど真ん中ぐらいだね。ナイスワン。ありがとうございます。翔太さん、多分あの左のこの V の字からフェード、ハイフェードですね。どこ？え、あそこのあの、この V の字から7番で200ヤード7番よ。フックだ。うわ、すっげえフックかかった。ピンより左行った。すごい。うん、これめっちゃうまいわ。俺がこれだね。高い色はナイスオン。結構みんなナイスでしたね。うん、結構難しかったですよね。あのやれは難しい。そしたら奥のラフから3打目。それほど難しくはないと思います。
と転がらないか。イーグルパット。いやー、あー惜しい。マジか。オッケーオッケー。ナイスバーディーっす。わかんない。え、最後右に曲がるんじゃないですか。うん、弱っ。それで山から、ああでも山まで登ってない。ひどいなこれ。いや切れない。ええー、なんであれがまっすぐ行くの。なんか右行きましたね。こっちの方が高っ。うん、え、これで翔太さんの全く分かんないさどっち切れるか。これどっち切れるか分かんないんだよね。じゃフックかもそれ。マジで。いや、うまい。ありがとう。2アンダー、2アンダー、1アンダー、1アンダー。レベル高。レベル高。稀に見るレベルの高さ、うん、しかも結構難しいっすよね。そんなに、そんなに簡単じゃなくない。そう1万円のクラブ途中までだって1アンダーだったチャンピオンティーからね。そうそうそうすごいよ、本当に。なんか俺が80で、なんか別にそんな悪くなかった感じだったのに、なんかこの人のせいでめっちゃ下手みたいな。で、120ヤード以上全部6万円って言ったんだけど。そう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 超本当に難かった。しかも難しさがあんまり伝わらないっていうのも面白い。本当頑張ってましたね。結構頑張ったね、あれは。楽しかったね。うん、楽しかった。これからまた楽しい企画あるじゃないですか。ルーレット。ルーレットやりたいね。ルーレットやりたい。だから打つ前にルーレット回して、このクラブになったら、それで打たなきゃいけないみたいな。そうそう。だからバンカーからドライバーとかもあるし。何ヤードですか。157ヤードです。154の上げ？レフトね。うん、ちょっと上げてね。上げて、手前行け。何番？気持ち打ち下ろし。うん。9番で。9番。翔太。5。おお、いったね。何番？9番。飛ぶね。飛ぶね。まっちゃう。いいよ。結構上げてる。結構上げてるよね。うん、何番？9番。飛ぶね。ちょっと引っ掛けた。じゃあ9だよ。でかい。結構振りましたね。振った振った。60度、左下がりで、うん、グリーンに直接落とせない、そんな感じのライです。56で転がしていく。カラーでワンクッション。うん。スイクッション、スイクッションぐらい。うん。めっちゃクッションした。スーちゃんバーディーパット。グリーンのフックか。1メートルぐらい。ミスった、ごめんなさい。オッケーパー。パーパット。え、切れないな。ここグリーン読むのめっちゃうぜ。そうなんだ。ナイスです。2個。3アンダー、2アンダー、イーブン。じゃあもう先言っちゃう。どうぞどうぞ。狭、とりあえず狭い。狭い。388ヤード。ここ狭いな、本当に。うん、池まで290ヤード。ちょっとティー手前だから280ぐらい入っちゃうから、もう超アゲンスト。
OK、ナイスショー。ナイスです。当たった？全然飛んでない。持っていくかと思った。当たったの今？いや、当たってない。当たってないけど、それでもあんなショートすると思わなかった。ランゼロっすよね、本当に、キャリーだけ。ちょっと右。まあでも大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、全然大丈夫、戻ってきた。フェアウェイ、ナイス。同じとこぐらいだね。みんな2番。うん、2番。翔太さんも2番。珍しい。さすがに狭いし、290で池入っちゃうから。ナイス。ナイス。うん、ナイス。ピンじゃん。ピンいいよ。ピンが一番、ピンが一番いいと思う俺。バックは、うん、一番なんかコンパクトで一番使いやすい。軽いじゃん。軽いだろ。軽い。36ホールもあるからね、うん、歩きで重いバックは担ぎたくないですよね。アメリカの試合36ホール普通だから、うん、辛い。36大嫌いです俺。俺もプッシュカットです。いや、俺もプッシュカット。たまにカートの時あります、試合で。え、あるね。36カートだから。144、52、上げ。いや、ピッチング、アゲンスト、ピッチング。なんかつま先が下がってるから。前足下がってる。うまい。手前に落ちると多分池に入るんだよね。戻ってきますかね。うん、いいよ。回した。39ピッチング。スピン気をつけた方がいいかも。上げてるからね。ナイス。じってる。ナイス。うん、やっぱ違うね。違うわ。準備して。113。はい。いやー、どうしようこれ。悩むな。まあ、いい。56で。はい。短いかな。いや、行く。うん。56で。はい。左足下げるな。うん。いい方向に飛んでってる。でかい。戻ってこない。なんで？わかんない。うん、戻ってこなかった。俺のめっちゃ戻ってきたけど。なんでこんな飛ぶの？マッチョだから。56だよ。うん。翔太さんのバーディーパット。下り、超下ってる。で、フックライン。うん、いい感じ。うわ、うまいな。ナイスです。ナイスです。ナイスパー。先。まあ、それはまあ、いいっすけど。OK。OK。OK。どうも。はい。ファイルバーディーパット。オッケー。そちらのバーディーパット。10ぐらいかな。すいません。うまいね。おっ、ナイス。3アンダー、3アンダー、イーブン。ショータイムいつもイーブンだったら別にまだ、うん、大丈夫。あのコンテンションには入ってますよね。翔太さんいつも勝つじゃないですか、出るとき。ああ、
今日四足にいるからね。アマチュアなんで。まだ。ね、なんか言ってます。ジュニアなんで。もうアマチュア。バカにしてください。いじめないでください。プロにいじめてくるから。プロって言ってもね。この動画がいいと思ったらいいね、あとコメントよろしくお願いします。あと登録もお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。いや、いい、完璧。